キモいと言われますが、今はそんな時代じゃないと言われますが、被災者、被害を受けるのは生身の人間です。災害対応についてもう一回学び直してください。自身が理解できない、想像ができないことについて相手が勉強不足だと気軽に言わないようにしてください。山根議員の発想が古いと申し上げたんです。市長はトライアスロンの競技に入ってる。そうでしょう、泳いでる。携帯持って行きますか。泳いでる、そしてバイクに乗る、ランをする。到底あの3時間ですよね。2時間何分でしたね。撤回させなさい。あれ有識時代ですよ。好きなことを言うより恥ずかしい。賞味30分私は風呂さえ入れないです。今回の動画は令和4年12月12日第4回定例会の一般質問です。山根敦子議員が石丸市長に対してプライベートで何をしていたかを焦点にする発言をします。それではご覧ください。危機管理官、こういうものあるのご存知です？見えません。申し上げます。これ私が持っているのは消防庁が令和4年に出した、令和4年ですよ、市町村長による危機管理の要定です。初動対応を中心としてと書いてあります。これはですね、被災自治体の首長提言を消防庁がまとめたものです。元は自治体トップの災害対応の在り方に危機感を持った消防庁が有識者の意見を聞き、また項目の列挙だけでは経験していないトップには伝わらないとして経験者からのメッセージも掲載し、初めは平成26年2014年に研修資料として作成されました。その後も災害を中心とした事例集が作成され、今に至っております。20数項目ありますが、一つは初動体制について、危機事態が発生した場合、また発生が予想される場合、最悪の事態を想定して一刻も早く本庁舎災害対策本部設置予定場所に駆けつける。これ市長の初動体制について取るべき行動だというアドバイスです。そしてもう一つ大事なこと、全責任を負う覚悟を持って陣頭指揮を取るという自治体の長としての責任と心構えの問題を伝えています。これを作成に関わった方は当時の時事通信社の解説委員の方ですが、必ずどこの自治体にもあるものだと、これを見て学んでくださいと言われてます。この職員幹部の中で、この市町村長による危機管理の要定初動対応を中心として読まれたことがある方、見たことがある方いらっしゃいますか？いらっしゃらない。秋田方氏は災害に対してもっともっと学んでいかなきゃいけないと考えます。私はこれを言うためにここにこの場に来ました。キモいと言われますが、今そんな時代じゃないと言われますが、被災者、被害を受けるのは生身の人間です。市民のことを考えてください。ここでじっとして携帯持ったりネットでつながってるだけで物事は解決しません。その場に行って助け起こし、そして家財を守る。そうですか、ノーですか。私今日ここに来る前に、また今の秋高田市厳しい状況にある、それについて本当にと思うことを新聞で見ました。なかなか必要な時に出てこないのが市場ですが、今ですね、12月7日と8日に中国新聞に広島県教員の話が出てました。トップに対する歪みでしたかね、トップダウンに歪みが生じる、そして職員が忖度をして意見が言えない、そういう記事が上がっておりました。私はそういうことのないことを期待いたしますが、今まさに市長の言われることを、これまで災害経験のある職員の方々がそのまま受け取るようでは、この秋田方市災害対応本当に危機だと思います。しっかりと市民の命、安全安心、そして財産を守るために動いてください。災害対応についてもう一回学び直してください。私もこれを見て、あ、これではいけない、考えなきゃいけないし対応しなきゃいけないと、そういう気持ちになりました。これに書かれている首長たちの心は本当に悔しくって、命を救えなかったこと、自分が責任を取らなきゃいけなかったけど取れなかったこと、いろんな思いでそれがこもったものです。しっかりと市長にもですね、これを受け止めていただきたいと思います。以上で私の一般質問終わります。答弁もよろしいですか？いや、ダメです。いや、終わっちゃいけないって言います。じゃあ執行部に申し上げます。先ほどの山根議員の通告した中で答弁漏れがあると思いますが、答弁漏れは執行代行は決めていたのかという質問です。それはありませんでした。補足してまとめてご説明します。
まず勉強不足云々おっしゃるんですが、ご自身の勉強不足を人に当てはめないでください。石丸市長に申し上げます。先に答弁をお願いいたします。説明の順序はこちらが決めちゃダメなんですか。いやいや、先ほどの答弁までの答弁をお願いいたします。じゃあ話しますよ。執行代行は決めて、私の順番で話しちゃダメなんですか。いやいや、順番よか。 そこまで議長が内容に言及はできないですよね。ちゃんと答えますか。議長では整理権は私にありますので。じゃあもう発言が認められないです。いや、発言は認めております。では喋ります。いや、ですから先ほどの答弁漏れの答弁を、順番がありますので順序立てて説明する方がよろしいかと思うんですね。簡潔にお願いいたします。その前に簡潔に質問させてくださいよ。今のはさすがにむちゃくちゃですよ。いやいや、むちゃくちゃじゃない。全く簡潔にぐちゃぐちゃの質問、意見表明をさせておいて執行部の発言、はいはい、議員は市民の意見を代弁する場として一般質問しているんです。一般質問しちゃいけないって書いてあったじゃないですか。いやいや、書いてありましたよ。執行部は議員を通して市民に対する説明責任があります。ちゃんと私その前の議会で説明しましたよね。要望とかね、そういう好き放題言うんじゃなくて、ちゃんと執行部に質問をしないといけない。だから今も質問で終わらないといけないですねって言ったんですよ。ですから質問に答弁をお願いいたします、はい、では順序立ててご説明します。まず先ほどご案内された資料ですが、私はそれは存じ上げませんが、おそらく内容については理解できていると思います。この執行部のメンバーにおいても同様です。なぜならばそういった類のものはありふれているからです。世の中に消防庁だろうどこだろうと、今に始まった話ではありません。それこそ私が前職の時代から防災対応というのは民間企業ですらマニュアル化されています。これが現状です。先ほどご自身が助言があるというふうに申されましたが、その通りだと思います。アドバイスです。やらなければならないという決まりではありません。そして大事なのはその概念を理解することです。その場に行けという指示ではないんですよ。情報を共有して意思決定できるようにしなさいというのが助言の趣旨のはずです。あまりにも短絡的です。理解が足りません。その下りで被災経験のない自治体首長うぬんとおっしゃいましたが、この自治体はあります。私自身も昨年経験しました。その意味で私を含め職員安芸高田市というところはおよそ必要なものは知り得てます。実感を持ってます。だからこそ今回金曜日時点でその予測をもとに対応の指針がしっかりと定められたんです。あれはどっかでマニュアルを聞きかじった程度で作り上げられるものではありません。山根議員は行政というもの、行政組織というものをあまりにも理解されてない、勉強が不足しています。その意味で最後にお伝えしますが、市長が連絡可能な状況である以上代行は立てる必要がありません。山根議員よろしいですか。本当に市長は連絡ができるところにいればそれでいい、それで十分と思ってらっしゃるように受けたまわりました。だけれども代行はいらないと言われます。本当に情けないほど理解されてないんだなと思いますが、市長の権限、本部長であったら決めるのは市長なんですよ。で、市長がいない場合は職員が全部回すわけじゃない。一番責任を持って決めるのは市長です。災害対策本部の本部長として何かあった場合指示を出すのが市長です。そしてその市長がいない場合、その責任を誰に押し付けるんですか。それはしっかりと特別職、副市長あるいは教育長、その方たちが責任を持って行うものです。それに基づいて職員は動くんです。そういうことが分かってらっしゃらないのかなと。職員が動くから自分の一言の指示、本当に千葉の方にいて大雨で豪雨で昨年のようなことがあったらどうするんです。昨年の経験があるからこそまさか市長がこういう行動を取るとは私は思いませんでした。まさかです。あなたは市長としての責任を投げ出した、そうとしか思いません。あなた言う言葉を失礼いたしました。市長、もう一度申し上げます。書いてあるものがマニュアルが古いと言われますが、マニュアル書いてあるこの要諦中身が今の時代には合わないようなことをおっしゃいましたね。もう一度申し上げますけれども、まずはトップである市長は全席に追う覚悟を持って陣頭指揮を取る。そして最も重要なことは駆けつける。そして体制を作る、状況を把握する、目標対策について判断する、住民に呼びかける。本当にこれを一つ一つこなして、そして動かれるべきだと。そして今私に投げかけられた市長の言葉に対して、副市長何か言われることはありませんか。山根議員、それ質問ですか、はい。副市長に、市長に対して災害対策本部長である市長に対して
省の考え方について副市長としてご意見がありませんか。お答えはいただけませんか。質問が終わったら座っていただきます。順番でよろしいですか。先に米村市長にお願いいたします。なんで順番ですか。山根議員が米村市長に。執行部の答弁は執行部が選べないですか。事務局どうですか。執行部じゃなしに山根議員は米村市長に答弁を求められております。指名が強制力はあるんですか。ありますか。ないですよね。ないですよ。後で答えますか。必要ない。いや、後で伝えるのではなく。いやいや、後で答えますか。必要ない。はい、山根議員。こっちでしょ。ちょっと。私の内容には中身があります。本部長の代理となるべき人、副市長がどのように思っていらっしゃるかお聞きしたいという思いでの質問です。どうしても主張がされますか。もちろんです。山根議員が副市長に答弁を求めておられるんです。ここは一対一の質疑応答する場ではありますけれども、同時に全市民に対して状況を説明する場でもあります。それはそうですか。ね、その必要があるから今日は。それでは簡潔にお願いいたします。ではまず質問を簡潔にさせてください。意味が不明になってきてます。繰り返しますが、自身が理解できない、想像ができないことについて相手が勉強不足だと気軽に言わないようにしてください。その内容が古いというふうに申し上げたんじゃないんです。山根議員の発想が古いと申し上げたんです。よろしいですか。そのマニュアルに書いてある要点、本質は何か、もう一遍伝えますよ。繰り返しますよ。情報を共有し判断をすることです。その結果組織が動くんです。それができる体制を取りましたし、できていました。一体何が問題だとおっしゃるんですか。どこかで私の判断が欠けましたか。欠けた事実があるんですか。ないですよ。勝手な想像で物を言わないでください。そうならないように静かにしてください。山本議員、これは本質的な話です。マニュアルの字面を偉そうに言う場ではないんです。その中に何が記してあるのか、それを理解するのが大事なんです。でなければマニュアルは意味をなしません。意思決定をする場所、時間、それを生み出した私は夜寝るときに誰かに代行を頼むんですか。そんなふざけた話はありません。寝てでも起きれば連絡がつくんです。そのような環境を整えている限りにおいて問題はありません。生じていないのが実際です。災害対策本部の本部長は市長でございます。先ほど出てる通りでございますが、市長に事故等があればその代行をするのは私の立場であります。で、今回のいつでも代行で本部長代理を務めることは私も確保するというか待機しておりましたので、すぐできる状況にありました。で、今回の事例から言いますと、そういった状況になかったため本部長からの私の代行の指示もありませんでしたし、私が代行するようなことはございませんでした。今回の対応については適正と思います。よろしいですか。山根議員に申し上げます。簡潔な質問をお願いいたします。はい、市長は今回、副市長もですけど問題はなかったと言われますが、市長はトライアスロンの競技に入ってるんです。いつも連絡が取れる状況ではありません。そうでしょう。泳いでる、携帯持って行きますか。泳いでる、そしてバイクに乗る、ランをする、到底3時間ですよね。2時間何分でしたね。その時間は競技に入ってる。その時間18日ですよね。18日、台風。山根議員に申し上げます。はい、これは一般質問でありますので、質問は簡潔に、競技ではありませんので、そこをよろしくお願いいたします。そういう中で対応ができなかった時間がどうしても生じているわけです。そこのところを認めずに、つまりマニュアルだけでと言われますが、自分が対応ができない、そういう時には代理も立ってなかったと言われますが、それはしっかり認めてください。そういう時間はありましたよね。ご質問します。また繰り返しますが、プライベートの時間において何をやってたかというのを焦点にすべきでないはずです。以上、市の一般事務からは遠くかけ離れてますよ。撤回させてください。あれ由々しき事態ですよ。好きなことを言うより恥ずかしい。で、ポイントとしては私が連絡つかない状況にどれだけいたかです。正味30分、それ以外においては常時携帯を、スマホを携帯した状態に私はありました。あの3日間、30分さえも許されないんであれば私は風呂さえ入れないです。言いがかりはよしてください。どうしても個人の時間をいくら本部から立ち上がってても個人の時間、公務をする時間と見なされないというところが、本当に今後災害が起きた秋田からしにとっては大変な考え方をされる市長だなと思います。しっかりと副市長がそれを分かっていらっしゃればいいんですけれども、
こういうの副市長のお言葉を聞くと、先ほど申し上げましたトップダウンの歪みです。しっかりと忖度せずに指摘できる執行体制を整えていただきたいと思います。先ほどトップダウンの歪みって言いましたけど、歪みに訂正をいたします。以上で私の一般質問を終わります。山根議員の発言がやばいと思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。皆さんいかがでしたか。今回の論争の発端は、市長がトライアスロン競技に参加している最中に災害が発生した際、市の対応が不十分であったと山根議員が指摘したことから始まりました。山根議員は石丸市長の競技参加により連絡がつかなかった30分間に注目し、市の安全確保が危機に瀕していたと主張しています。この主張に対し石丸市長は、指摘な時間については姿勢とは異なるとし、プライバシーの尊重を求めました。石丸市長は、対応が必要な場合は適切な状況を整えており、30分という限られた時間でさえも連絡が取れない状態ではなかったと反論しています。また災害発生時には代行者もいなかったと述べ、市の組織的な対応が不足していなかったと強調しています。この論争は、公共の安全確保と個人の権利尊重の間でどのようなバランスが求められるのかという深刻な問いかけを生んでいます。一方で、市民の安全が最優先であるべきだとする立場と、トップのプライバシーも尊重されるべきだとする立場との対立が浮き彫りにされています。さらに山根議員は、米村副市長の発言に対しても批判を加え、トップダウンの歪みを指摘しています。主張によると、しっかりと忖度せずに指摘できる執行体制の整備が求められているとの立場。一方で、石丸市長と米村副市長は、市のマニュアルや対応体制については適切であったとし、災害発生時の状況においては問題なく対処できていたとの立場を崩していません。このような状況は、地方自治体における災害対応の在り方と、その中での市のトップの役割について再考を迫っています。市民の生命や財産を守るためには、協力体制や効果的な意思決定が不可欠であるが、その一方で、行政のトップも人間であり、私的な時間を確保する権利も尊重されると考えます。この問題は、市の災害対応における方針や手順の見直し、またトップのプライバシーと公共の安全の調和に関する方針策定が求められています。政府内での論争が解消されない限り、市の安全対策が適切に行われることは難しいと言えるでしょう。最終的には、市の住民とのコミュニケーションや協力が、このような災害対応の論争を解消し、安芸高田市がより安全で持続可能な地域となるための道を開く鍵となると思います。